こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、カタールワールドカップが開幕した11月20日以降に噂に上がりました選手の移籍情報についてお話をしていこうかなと思っております。では早速始めていくんですが、現在行われているカタールワールドカップは12月の半ばまで試合が行われています。そしてカタールワールドカップが終わるとリーグ戦が再開されるんですけれども、そのタイミングで冬の移籍市場が開きます。でそのタイミングで選手の移動や移籍っていうのは当然起こり得るんですけれども、現時点で噂になっている選手たちについてお話をしていくので、カタールワールドカップが進めば進むほど活躍する選手は当然大きなクラブから狙われる可能性もありますし、日本代表の選手もね、ドイツ代表を下すなど非常に素晴らしい活躍をしたので、その中心としてプレーしているような遠藤航選手だったり、三笘選手がね、より大きなクラブから狙われる可能性も出てきます。ただ私がお話ししている現時点までの噂についてしかお話はできないので、ワールドカップが終盤に差し掛かるタイミングでまたこういった形でね、ラジオの方を投稿するかもしれないですけれども、ぜひ今回はね、直近に起きた移籍についてお話ししていくので、興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきます。まず1人目ですね、メンフィス・デパイです。現在カタールワールドカップオランダ代表として、戦っておりますが、彼は現在バルセロナに在籍しております。ただですね、彼のポジション、いわゆるワントップもしくは左サイドっていうところはですね、ワントップの位置にはロベルト・レバンドスキーというタレントがいて、左サイドには、ウスマン・デンベレがいると。その控えに関してはアンスパティもいて、フェラントーレスもいてみたいな、状況になってしまっていて、デパイのポジションっていうのがですね、なくなってしまったと。彼が持ってるプレーのクオリティっていうのはですね、非常にレベルが高くって、どういったクラブに行ったとしても重宝されるぐらいの、インテリジェンスを持ったスーパー選手になり上がっていると思います。昔はね、それこそ PSV 時代とかマンチェスターユナイテッドにね、在籍していた頃っていうのはもう典型的な左のサイドの選手っていうイメージがあって、ワントップとしてねプレーすることもそんなに多くなかったし、基本的にはもうカットインして右足みたいなね、印象がとにかく強い選手でしたけれども、リヨンに行って、ツートップの一角で起用されたりとか、したことによっていわゆる、中央の位置でプレーするクオリティ、技術っていうのもどんどん学んでいって、そこに、インテリジェンスみたいなものがねしっかりと備わってきて、今は非常に完成された選手になってます。だから私は、ベンフィスに関しては、レバンドスキっていう超人的なタレントはいるけれども、レバンドスキを常に使っていくっていうことを、シーズン通して考えてはいるんだろうけれども、休ませることも当然必要になると。でそうなった時にメンフィスはやっぱりトップの位置でも重宝できるし、で左サイドの方でもねやっぱりクオリティは相当高いですから、うまく起用してあげれば、バルセロナにとっては大きいんですけれども、やっぱりこれだけの選手なのでやっぱり移籍を考えてもおかしくないと。そのことについて、メンフィス自身も、現時点はねカタールワールドカップで戦っている真っ最中ですから、カタールワールドカップに集中しているけれども、カタールワールドカップが終わった後はどうなるかは分かりませんっていうようなね発言をしてます。なので1月の移籍市場の中で移籍を考える可能性もありますし、夏の市場で移籍する可能性もあります。ただやっぱり、バルセロナのサポーターっていうわけではないですけれども、私はやっぱりメンフィスの能力っていうことを考えたり、素質っていうことを考えると、試合に出れていないっていう状況は彼にとって良くはないので、僕は移籍すべきかなと。シャビがうまく使いこなしたりとか、うまくこう起用をいろいろ考えて使えるんだったらいいんだけども、基本的にほぼ、固定メンバーばっか使ってるし、控え的には一応もうフェランとかアンスをもう使うような感じで多分考えていると思うんで、メンフィスは出ていった方がいいんじゃないかなと個人的には思います。で、その移籍先としてね、いろんなクラブの噂上がってますけど、個人的にはもう一度、マンチェスターユナイテッドに帰ってきてくれたら嬉しいなと正直思ってます。特に、ロナウドが退団すること決まったので、そのポジションに、入ってもらって、オランダ代表そしてバルセロナのね、シャビが来る前までは、ちょっと監督は良くなかったですけれども、ワントップの位置で非常にクレバーで、かつ能力の高いプレー見せてくれてたんで、
ユナイテッドに次帰ってきた時は左のサイドではなくて、ワントップのポジションとしてまた帰ってきてくれたらなと思ってます。はい、で次アルセン・ザハリアンですね、チェルシーへの移籍がほぼ決定的となってます。ディナモ・モスクワの選手ですね。現在は契約年数が2023年となってたはずなので多分契約満了になるんですよね。だからまあ夏の移籍市場でのチェルシーの獲得になる可能性は高いんですけれども、まあ、チェルシーがまあ早急に欲しいということを望むのであれば、まあ、冬の移籍市場での移籍はあり得るかなとは思うんですが、まあ、やっぱりね、半月末だけでお金がかからないっていうことになるんであれば当然やっぱりチェルシーはね、まあ、オーナーが変わってお金を持っているとはいえどやっぱりその辺はちゃんとシビアに、まあ、現実的に考えた中で、まあ、彼を連れてくるっていう選択肢を取るでしょうから、まあ、基本的には2023年で契約満了になったタイミングで、まあ、フリーでの、まあ、チェルシー加入っていうところが、まあ、規定路線かなと。まあ、結構ね前からちょっとこう注目されていて、チェルシーが取るんじゃないか取るんじゃないかってよく言われてた選手だったんだけれども、まあ、何やらもうそろそろ決まりそうだっていう報道も出てるぐらいなので、まあ、時間の問題かなと。まあ、今から他のクラブが手を出したとしても、まあ、なかなかもう難しいのかなっていうところは感じてます。もちろんね急転直下でいきなり変わるっていうことも当然ありえるんだけれども、まあ、チェルシーへの移籍が、まあ、現実的かなというところまで来ていますね。はい、で次は、コーディ・ガクポですね。現在オランダ代表で戦っている選手ですけれども現在ですね彼非常に高騰してまして移籍金というか彼の価値がですねやっぱり近年のウィンガーに求められるような、まあ、ワイドからの突破力もしっかりと備えてるし身長も高くて手足も長いと。でその中でダイアナゴルに斜めに侵入していってボックス内で頭で合わせるみたいなシーンも作れるっていうね、とにかくこうオフザボールでもちゃんと質を提供できるしボールの持ち方も非常に綺麗なので、まあマンチェスターユナイテッドがずっと狙ってるって、まあ、いう話は出てるんですけれどももしマンチェスターユナイテッドが取りに行くんだったらもう早めに声をかけてもう移籍を早急に決めないと、まあ、他のクラブとの、まあ、競合になっちゃうと、まあ、移籍金も高鳴ってしまうし、まあ、この活躍してたら多分他のクラブも当然狙ってくるんで、まあ、あとはそのクラブとして、まあ、ユナイテッド本当オーナーも変わりそうな状況に今来てますから、まあ、その中でどういう変化がね生まれてくるのかわからないし、まあ、誰がオーナーになるかによってはユナイテッドの未来も大きく変わってはくるんだけれども、まあ、もし本当に欲しくてかつ、まあ、エリック・テンハグが取ってほしいっていうタレントなんだったら、まあ、早めに、まあ、声をかけて、まあ、取ってくれたらなっていうのは思いますね。はい、で次、チャロバーですね、チェルシーに所属している、センターバックの選手ですけれどももともとね今シーズンの夏、まあシーズン開幕前の夏のマーケットの方ではもう退団するんじゃないかなって言われてたんですよ。ただ、まあ監督が変わったりとか、まあ、チェルシーも大きく変わったりとかして、グレアム・ポッターになってからは、まあ、ちょくちょく使われてると。でその中で契約延長しましたね。2028年まで延長っていうことなので、まあ、ポッターが、これから先の、まあ、チェルシーの最終ラインの一角として考えているっていうことの表れだと思います。もともと持ってるねそのボールを持って前に運んでいく推進力とか、まあ、右足のキックとか魅力的なものはねしっかりと備えている素質の高い選手ですからあとはね判断っていうところで、まあ、ボールを、スピード速く運びすぎないとか味方の状況を見た中でちゃんと判断して、適切なパス判断を取るとかね、右は味方に預けるべきなのか預けないべきなのかとか、最終ラインに一度戻すべきなのかっていうところでちょっとこうまだね年齢も若いっていうのもあるけれども、リスクのある選択を取ったりとか、まあ、必要のないパス選択を取るようなことがねまだあるような選手なんで、まあそれこそやっぱ近くにはね、超がつくほどお手本になるチアゴシウバっていう選手がいますから、まあ、彼からいろんなものを吸収して成長していけばね彼もまた1枚2枚と成長してより大きな選手になってくれたらなっていうのはね思ってますね。まあ、特にチェルシーのねサポーターの方々は皆さんそう思ってる方が多いと思いますけれどもね。はい、で次はそのチェルシーに所属しているハキム・シエシュですね。彼がですね今現在モロッコ代表でワールドカップ出てるんですけれども多分退団します。はい、
冬の移籍市場での対談が、まあ、可能性としてもちょっと高くなってきていると言われています。で、彼自身も発言を出してまして、まあ、今は何も言えないと、もう何も言えませんと、ただ冬に何か起こるかは分かりませんっていう形で、発言してるんで、やっぱり現状のチェルシーでの自分のその状況っていうのは多分相当満足してないし、試合にあまり出させてもらってないっていう状況が多分彼にとってはやっぱりね、やっぱりもっともっと試合に出て、まあ、自分のプレーっていうのをもっと見せたいとね、まあ、思ってるでしょうから、まあ、移籍するだろうと思ってます。まあ、冬に出るのか夏に出るのかわからないけれども、まあ、現状のそのポッター体制の中でやっぱり彼はなかなか出番がないし、まあ、特に直近よく言われてるのは切り替えのところでの緩さっていうところがね、やっぱり出てる部分もあるんで、まあ、そこをちゃんとこう直していかないと、まずはチェルシーでも出番はないよっていうところだとは思うんだけれども、まあ、でももともとアヤックスにいた時はその辺もちゃんとできてた選手だと思うんで、まあ、今はそのメンタル的に落ち込んでたりとか、ちょっとこう気持ち的にもね落ち込んだりしてる中でっていうところもあると思うし、もう環境を変えたいっていうね、もしかしたら意志が強いのかもしれないので、まあ、対談するのではないかなと思います。はい。で、次ですね、フロリアン・ビルツですね、現在レバークーゼンに所属している選手ですけれども、レバークーゼンとはですね2027年まで契約を結んでいるんですが、今シーズンはですね大怪我によって試合に出れてません。そして来シーズンもちろんレバークーゼンと契約は結んでるんで、まあ、何も起こらなければレバークーゼンで、来シーズンも戦うっていうことにはなるんですけれども、ビルツはですねまだまだ年齢若いんですけれども能力は高いんです。ただやっぱり彼の望みっていうのが何やらチャンピオンズリーグに、出るということみたいで、特にやっぱりここ近年若いこう優秀な選手がたくさん出てきてると思うんですね。もちろんビルツもそうだけれども、まあ、ペドリとかガビもそうだし、ムシアラとかベリンガムとかね、まあ、本当にこう優秀な、10代の選手たちって今たくさん出てきてますよね。で、大怪我でちょっとこう出遅れた感のあるビルツはやっぱりその辺で、まあ、彼らに引けを取らないために、まあ、大きな舞台で結果を残して、まあ、俺もいるぞというところをやっぱ見せたいっていう気持ちがあるのではないかなと。だからレバークーゼン今現状チャンピオンズリーグで敗退してしまったので、まあ、チャンピオンズリーグにはもう今シーズンも出れない。で、来シーズンに関してはやっぱり今現状なかなか出れる状況ではないと思うし、まあ、シャビアロンソが途中就任で監督になってるけれども、途中就任で、まあ、監督になってそのチームをこう強豪に、強者に導くっていうのは本当並大抵の力じゃできないと思うんですよ。やっぱり伝えることをちゃんと取捨選択して選んで、こう伝わりやすく伝えた中で明確な仕事を与えてチームとしての約束事を作っていくっていう仕事が求められるんで、まあ、いわゆるその、まあ、コミュニケーション力みたいなものも求められるし、まあ、それを納得させるだけの説得力も必要だし、そして監督の根に持っている戦術だったりとか、その修正力みたいなところもやっぱり求められてくるところだと思うんで、まあ、シャビアランソは確かにラレアルでね、まあ、下の、チームですけど、トップチームじゃないけどね、まあ、チームを率いたっていう経験はあるけれども、トップチームは初めてになるんで、そういう、プロのね、世界のトップチームの、まあ、クラブを率いるのは初めてになるんで、これからどうなっていくかわからないし、正直模索中だと思うんですよ。だからレバークーゼンで、まあ、来シーズンもプレーするっていうことを、まあ、もちろんね、基本としては考えなければならないんだけれども、まあ、彼自身の望みとしてはやっぱチャンピオンズリーグの舞台っていうところに、まあ、相当こだわりがあるようだと。まあ、本当はね、大怪我して、まあ、どうなるか分からないみたいな選手って基本的にはあんまりこうね、大きなクラブも取りたがらなかったりするんだけれども、やっぱり彼はまだ若いし、能力は持ってるってもう皆が分かってることなんで、まあ、狙いに行って当然だと思うんです。その移籍先がどこになるかなんですけど、もちろんプレミアリーグもそうだし、まあ、ラリーガのクラブとかもね狙いに行くかもしれないし、セリアももちろん狙いに行くかもしれないしっていうところだと思うんだけども、まあ、現状はなんかバイエルンがね、狙いに行くんじゃないかというか、規定路線じゃないかなっていうところは出てます。まあ、特にやっぱミュラーがね、あの年齢重ねてきてちょっとまあ試合に出れば非常にいいパフォーマンスはするんですけど、やっぱりコンディション的にもやっぱ徐々にね年齢重ねるごとにちょっとこう落ちてきたりもしてるし、もちろんそこにはねムシアラっていうタレントがいるんですけれども、まあ、ムシアラをまた左で使うっていうことを考えていくかもしれないんでね、
ってなったら、まあ、美術を取りに行くのも、まあ、もしかしたらあるのかなっていうところは思ってますね。はい。で次が選手としてはラストなんですけど、コンラッド・ライマーですね。ずっとねバイエルンって言われてたんですけれども、もう何やらもう本当にバイエルンに決まりそうだという報道が出てます。チェルシーだったりとか、まあ、プレミアリーグの、まあ、リバプール、まあ、はじめ本当に大きなクラブからね、まあ、来シーズンのフリーになりますから当然狙われるんですけれど もう彼の意思はもうバイエルンに傾いていると。だからプレミアリーグからの、クラブチームからのオファーは全てもう蹴ってるというような状況みたいで、まあ、ナーゲルスマンの下で、まあ、もう一度プレーしてなおかつステップアップっていうところ、そこでまあバイエルンミュンヘンっていうクラブに、まあ、来たいっていうことだと思います。まあ、もちろんね来てくれる分には非常に嬉しいし、まあ、能力の高い選手っていうことはもちろん分かってるんで、まあ、ありがたいんですけれども、やっぱり冬に取るのか夏に取るのかによってはお金がね、まあ、多少ながら変わってくるところもあるし、あとはバイエルンはね中盤結構人多いんですよ。あの、まあ、キミッヒ、ゴレツカいて、ザビツァいて、フラフェンベルグいてみたいな、まあ、状況で戦ってて、まあ、現状やっぱザビツァとフラフェンベルグが控えみたいな状況になってるわけなので、まあ、そこにライマーが入ってくるってなると、それはそれでやっぱ選手層は相当厚くなるんだけれども、やっぱり一人はやっぱ出さないとダメになるんじゃないかなと。でそこでじゃあ誰が出されるんだって言われたら、まあ、正直現状のパフォーマンスで一番物足りないのって言ったら多分ザビツァーとフラーフェンベルグになるんですね。ただこの2枚に関しては、まあ、ナーゲルスマンが欲しがって取ってきてるタレントなんで、まあ、自分が選んだ選手をこう放出するっていうのは、まあ、監督にとって、まあ、ちょっとね選択のミスというか、その自分の目利きが、ね、良くないみたいなことの表れになってしまいかねないですから、まあ、その辺ちょっとどうなるかわからないってなると、まあ、もしかしたらゴレツカとかがね、まあ、放出されるかもしれないって思うと、まあ、私はやっぱゴレツカ大好きな人間だし、現役の選手で世界一好きな選手なんで、まあ、彼が抜けるってなると正直ちょっときついし、まあ、メンタル的にもちょっとしんどくなるんで、まあ、それはやめてほしいって思ってるんですけどね。だから本当にどうするのかなと、まあ、ライマーが来た場合確かに嬉しいんですよ。本当にもうあれだけ90分通してハードワークできるタレントってなかなかいないですから、まあ、非常にいい選手であることは間違いないし、能力はもちろん認めるんだけれども、まあ、必要なポジションもそうだし、まあ、たくさんいるポジションに人を取るっていうことはこの先どうなるかね、不満分子がまた出てきてもおかしくないなっていうことを考えると、ちょっとまあ難しい判断になりそうだけど、でもまあただでというかね、フリーで取れるってなると、それはまあ取りたくなる気持ちはね、まあ、分からなくはないですわね。うん、まあナーゲルスマンが選んでる選んでない関係なしに、まあ、正直もしライマーが来るんだとしたら、まあ、ザビツァーが一番ちょっと現状厳しいのかなっていうのはやっぱ思ったりはしますけどね。うん、まあ、フラフェンベルグはね、まあある程度お金使って取ってきてるし、これからっていうのもあるしね、もちろんザビツァーもそうなんだけれども、まあ、若い選手やっぱ1枚置いときたいですからね。もしかしたらザビツァーかもしれないですね。まあ、でも、まあ、バイエルンへの思いっていうのが、まあ、ライマーは非常に強いみたいですね。はい。で、以上が選手になるんですけれども、ラスト1人ちょっと監督ですね、ペップ・グアルディオラですね。契約2年延長しましたね、マンチェスターシティと。また厄介な人が契約延長しましたね。プレミアリーグのシティ以外のサポーターの方々からするとね、やっぱり例年常に安定した成績を残してかつプレミアリーグのタイトルを取り続けるっていうチームを作り上げてる監督なので、やっぱ実力は間違いなくって、まあ、采配含め、まあ、監督としての能力に疑いはもうないと、まあ、持つ必要も正直ないっていう状況になってると思うし、もうリーグ戦に関しては本当にこうなかなか勝ち点も落とさないチーム作り上げてますからね、まあ、これから先ペップであと何回ねプレミアリーグのタイトルを取るんだろう、まあ、そして悲願のチャンピオンズリーグのタイトルをね、まあ、いつ取るんだろうとか、まあ、そういうね興味もこう失われないっていうことになると、シティのサポーターの方々からするとね、まあ、ペップ延長してくれることは非常に嬉しいことだと思うんですけれども、まあ、ライバルクラブからすると、まあ、厄介な人がまた残るなというところじゃないですかね。はい。まあでもペップはやっぱり
まあ、ジギリビステインとかね、まあ、ソリアノとか、まあ、そのあたりに対しての、ね、やっぱ信頼っていうのもね、すごくあるみたいですしね、まあ、マンチェスターっていう街を気に入ってるのか正直わかんないけどもね、まあ雨も多いしね、イギリスはね、まあでもその辺もあんま気にしてないのかな。まあでもね、優秀な監督であることは間違いないので、まあ、今シティで監督してますけれども、まあ、いずれまた別のとこにね、何年後には行ってるかもしれないし、まあ、なんだったらねペップに指導されるようなね日本人が出てきてほしいなっていうのもやっぱ思いますからね、うん、それこそね、まあ、三笘選手とかがね活躍していってシティに行くみたいなことになってペップの下でプレーするとかちょっと見てみたいですけどね、うん、まあでもどうなるかは分からないですね。はい、ということで以上でございます。はい、ぜひ最後にですねチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram もやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。